はいどうもこんにちは。今回は前回に引き続き気体の法則である状態方程式、これをやっていきたいなと思います。そして気体の法則では状態方程式、そしてボイルシャル則、この2つを学んだんですが、この2つの式を使っていく問題演習、そしてこの2つの式の使い分けもやっていきたいなと思います。熱力学で非常に大事な式になっていますので、一緒に頑張っていきましょう。はい、それではやっていきましょう。いつものように授業プリントは概要欄にリンクを貼っていますので、プリントアウトしてぜひ書き込みながらこの授業を聞いてみてください。はい、それではまずですね、状態方程式の証明からやっていきたいんですが、前回の復習ですね、こちらの動画まだ見てない人は必ず確認してほしいんですが、前回はボイルシャルル則っていうのをやりました。ボイルシャル則っていうのは何かっていうと、 T 分の PV が一定、 T っていうのは温度、テンパラチャーでしたね。 P っていうのはプレッシャー、圧力、 V っていうのはボリューム、体積でしたね。温度分の圧力かける体積は一定になってますよという関係式がボイルシャル則だったんですね。で、この具体的な値、この一定ってどんな値なんですかっていうのを具体的に今回計算していって、そこから状態方程式っていうのを導いていきたいなと思います。ではまずですね、状態方程式を証明する前に理想気体として知っておいてほしいことがあって、こちらなんですよね。標準状態においては理想気体ならば 1mol が占める体積は 22.4L になってますよと、これはちょっと知っておいてください。はい、ではこれを使って T 分の PV が一定、どの値で一定なのかっていうのを調べていきたいんですが、まずそれぞれね、温度、圧力、体積を代入していきましょう。まず標準状態0度ということを言ってますから、温度ですね、ケルビンで考えていきますから、何ケルビンかというと273ですね。はい、よろしいですかね。では続いて圧力 P 見ていきましょうか。圧力は1気圧なんですが、基本的にはね、物理ではどういった単位を扱っていくかというと、力の場合はニュートン、長さの場合はメートルを使っていくんですよね。なので圧力は力割る面積ですから、ニュートン割る面積、平方メートル、ニュートン毎平方メーターを扱っていくんですね。ニュートン毎平方メートルっていうのは人の名前使ってパスカルで表したんですね。なのでここはパスカルで考えていきましょう。じゃあ1気圧っていくらだったかというと、1013ヘクトパスカルでしたね。 1.013×10^3 ヘクトパスカルでした。で、1ヘクトパスカルっていうのは100パスカル、10^2でしたね。なので1気圧っていうのは 1.013×10^5になってるということなんですね。はい、よろしいですかね。では続いて最後ですね、体積見ていきましょうか。体積 22.4L なんで、そのまま代入したいところなんですが、物理では単位をね、メートル使って表していきますから、リットルではなくて立方メーターに直していきましょう。まず1リットルがいくらかなんですが、よくこれね、1リットルを立方メーターとか立方センチメーターに直せないっていう人がいるんですけど、僕ね、これ牛乳パックで考えてくれっていうことをよく言ってるんですね。じゃあ牛乳パック1リットルがあったとしましょうと、その一辺がね、もし立方体だったら何センチですかってことをちょっと考えてほしいんですね。もし一辺が1センチの立方体だったら、牛乳1リットルが一辺1センチの立方体、ちょっと牛乳少ないですよね。じゃあ牛乳1リットルが一辺100センチ、1メートルだったら、ちょっと1リットルでかすぎですよね。じゃあその間とって10センチぐらいかなっていうことで、牛乳1リットルっていうのは一辺10センチぐらいかなってことで、 0.1メートルの3乗、要するに10^-3になってるというふうにまあ考えてもらったら、リットルと立方メーターの関係っていうのが出てくるんじゃないかなと思います。はい、なので1リットルっていうのが10^-3乗、一辺10センチですかね、10^-1乗メートルですから、1リットルが10^-3乗メートルなので、 22.4 リットルっていうのは 22.4×10^-3乗立方メートルになってるんですね。はい、よろしいですかね。じゃあ温度、圧力、体積それぞれの値を代入してあげて計算した結果ですね、計算してあげると 8.318 歳ですね、 8.31 という値になってます。じゃあここ定数になってますから、この定数ちょっと名前つけてあげて、これを気体定数と呼んで R と表してあげましょう。はい、よろしいですかね。なので温度、圧力、体積それぞれの値を代入してあげると、計算した結果ですね、その値、一定の値っていうのが 8.31 ってなってるんですね。その値のことを気体定数と呼んで R で表していきます。で、この単位ですね、ジュールマイモルマイケルビンになってるんですけども、これはちょっと後でね、説明していきたいなと思います。では続いてですね、今回ね、理想気体 1mol だったらっていうことで考えてるんですよね。なのでこれ一般化できてないんですね。温度、圧力、体積に対して 1mol だったらじゃなくて、 nmol だったらっていうことで一般化していきたいなと思います。
はい、じゃあまず2モルだったらどうなるか見ていきましょうか。2モルだったらどうなるかというと、理想気体1モルで 22.4 リットルですから、2モルだったらもちろん2倍の体積を占めてますよね。なので 2×22.4 リットルになってるわけです。なので T 分の P 分の分子にある V の値が2倍になるわけですから、もちろん右辺の値、もちろんこれも2倍になりますよね。なのでさっき R だったものが今回2倍の 2R になるわけですね。はい、よろしいですかね。では続いて一般化していきましょう。 N モルだったらばどうなるかというと、体積が1モルで 22.4 リットルですから、 N モルだったら N 倍ですね。 N×22.4 リットルです。はい、なので T 分の PV の分子にある V の値が N 倍になってますから、もちろん右辺の定数の値も N 倍になるということですね。なのでここは NR になりますよと。はい、よろしいですかね。今整理してあげた形ですね、 PV イコール NRT を状態方程式と言います。状態っていうのは何の状態かというと、気体の状態ですよね。圧力 P、体積 V、温度 T、これらの状態がどういう関係になってますか、どういう方程式になってますかっていうのを表したものがこの状態方程式なんですね。では先ほどですね、気体定数 R の単位がジュールマイモルマイケルビンになるということだったんですけども、この状態方程式を使って気体定数 R の単位っていうのをちょっと求めていきたいなと思います。そのためにもまず R イコールの形っていうのをちょっと作っていきましょう。はい、ではよろしいですかね。状態方程式 PV イコール NRT から R イコールの形にしたければ、右辺 NT で割ってあげたらいいですね。なので R が NT 分の PV ですよと。ではそれぞれの単位見ていきましょう。圧力はパスカルでしたね、ニュートン毎平方メーターでした。体積は立方メーターでしたね。物質量 N はモル、温度 T はケルビンでしたね。はい、では分子見ていきましょう。ニュートン毎平方メーター×立方メーターですから、メートルの2乗がね、分母にあるやつが消えてですね、ニュートンメーターになるんですね。じゃあニュートンメーターっていうのはこれ力×距離になってますから、仕事ですよね。なので単位ジュールに書き直すことができるんですね。なので分子をジュールに書き直すことができますから、ジュール割るモル割るケルビン、ジュールマイモルマイケルビンっていう形になってるんですね。はい、なので単位がジュールマイモルマイケルビンになってるということなんですね。はい、それではここまでの授業のところで状態方程式、そしてボイルシャル速を習ってきましたね。ボイルシャル速は T 分の PV が一定ですよと、状態方程式は PV イコール NRT という関係式でした。この2ついずれかを使ってですね、問題を解いていきたいんですが、今回2台用意してます。で、今回で使い分けがしっかりできるようになってほしいなと思うんですけども、まずね、問題1つ目やっていきましょうか。まずはこれピストンがねあるんですけども、2つ繋がってます。ここで1つのピストンになってるんですね。で、容器シリンダーがこういうふうにあって、左側の気体の状態っていうのが圧力が P で、体積が V で、温度が T になってるんですね。右側も同じでですね、ここに気体が閉じ込められてるんですけど、圧力が P で体積が2倍ですね、 2V、 温度が T になっているということなんですね。そしてここでね、一つ注意してほしいことがあるんですが、このピストンは自由に動くことができるんです。自由に動くことができるけども、今止まってるんですよね。なぜ止まってるかというと、左側の気体と右側の気体が押す力ですね、押す力が一緒になってるから止まってるんですよね。もちろんここに大気もありますからね、大気が押す力、こっち向きに押す力とこっち向きに押す力があるんですけども、これ反対向きですから打ち消し合ってますからね。なので左側の気体と右側の気体が押す力が等しくなっている、要するに圧力が等しくなっているから今動いてないんですよということなんですね。なので今同じ圧力になっています、まあ、この関係っていうのはね、この断面積が等しい時に使います。はい、この状況の中で今何してるかというと、左側の気体の温度を加熱してあげて、温度を 2T にしてあげました。で、右側は温度が T のまんまなんですね。で、その間はもちろんピストンはね動いていくんですけど、動いた結果左側の圧力体積はどうなってますかと、右側の圧力体積はどうなってますかという問題なんですね。はい、じゃあぜひチャレンジしてみてください。どうぞやってみてください。はい、じゃあよろしいですかね。計算できましたか？大丈夫でしたか？今回ね、このピストンが右に動いたか左に動いたかっていうのは正直わかんないんですけど、まあ加熱してますからね、膨張したんで、ピストンが右に動いたかなとして、ちょっと右に動かしてみました。で、体積いくらになってるかわかんないので、左側 V1、右側を V2 としました。ただしね、今回このピストンの形が変わらないはずですから、このピストンが右にね、5センチ移動したら、もちろんこの左側も5センチ移動してますからね。なので、気体 B、右側の体積が5減ったら、左側は5増えてるはずですからね。なので体積の合計量は変わらないよねっていう関係式が出てくるんですよね。なので V1 たす V2 が元の体積ですね、 V たす 2V、3V に等しいですよという、まず一つの関係式が出てくるんですね。ただし未知数が2つですね、未知数が2つで式が1つなんで、あともう一つ式を立てていかなきゃいけないんですね。はい、じゃあ状態方程式であったりとかボイルシャル速を学んだので、どっちか立ててあげたらいいんですが、今回ボイルシャル速を使いました。はい、ボイルシャル速、こことここで立てていきましょう。T 分の PV が一定ですから、T 分の PV イコール 2T 分の P'V1 ですね。
こちらの圧力を P' としてあげました。はい、じゃあ右側についても同じように式立てていきたいんですが、右側の気体の圧力いくらになってるかというと、先ほどここでも言いましたけども、同じ圧力になってるからもうピストンが動かなくなったということなんですね。こっちも一緒ですね。同じ圧力になったからピストンが動かなくなったということですから、こっちの圧力を P' としてあげると、右側の圧力も同じ P' になってるんですよね。はい、なのでこっちもこの P' を使って、ボイルシャル速を使ってあげると、こちらですね、T 分の P かける 2V と、この時ですね、T 分の P' かける V2 の値が一定になっていると。こちらの関係式ね。これができているということなんですね。はい、じゃあ、未知数がね、P' で1つ増えちゃって、未知数が3つになったんですけども、ボイルシャル速を立ててあげることによって、式が3つできましたからね。これで一応計算できるということなんですね。はい、じゃあ、気体 A について立てたボイルシャル速ですね。これを整理してあげて、体積 V1 イコールの形にしてあげました。同じくこっちもですね、気体 B について立てたボイルシャル速を V2 イコールの形にしてあげて、 V1、V2 が出てきてますから、ここに代入してあげましょうと。でこれ、ね、結構綺麗な計算で、 V1 たす V2 が P' 分の 4PV になってるんですよね。はい、じゃあ両辺に V がありますから消してあげて、 P' を求めてあげると3分の 4P っていう風に出てくると。あとは求めた P' をまた V1 とか V2 の式に代入してあげると、V1、V2 の値がちょうどね、半分個になったんですね。2分の 3V になっているということがわかるということなんですね。はい、できましたか？大丈夫でしたか？はい、じゃあこの問題ね、もちろん状態方程式を使ってもよかったんですが、状態方程式を使ってあげるとですね、まあ、モル数 N がわからないんですね。だから未知数が、ここのモル数がわからない、物質量がわからないから未知数が1つ増える。こっちもわからないですから、モル数わからないですから、もう1つ増える。なので未知数が2つ増えちゃうんですね。でなので立てる式をもっとたくさん立てなきゃいけないんですけど、PV イコール NRT の式をここで立てる、ここで立てる、ここで立てる、ここで立てるっていうことをやってあげると答えが出てきます。ただ式が多いですよね。だから状態方程式を使ってあげると式が 1、2、3、4つでなっちゃうんですね。ボイルシャル速だったらこことここで1つ、こことここで1つですから式が2つで済むんですよね。なのでボイルシャル速の方が計算が楽になることが多いので、ボイルシャル速は計算を楽にしたいときにね、使ってほしいなと思います。はい、それでは続いての問題やっていきましょう。続いての問題は容器が2つあるんですよね。容器が2つあって、そして缶があるんですね。缶でつながれてるんですよね。なので気体が行き来できるようになってるんですが、今回コックで閉じられているので気体が行き来できなくなってるんですね。でその時の左側の気体の状態が圧力が P、 体積が V、 温度が T の状態、そして右側が P2V3T の状態でしたと。じゃあこのコックを開きました。開くともちろん気体が行き来できるので混ざってくるんですよね。で混ざった時温度が 2T ってことは分かっているんですよと。でその時の圧力体積がいくらになってますかという問題なんですね。はい、ではぜひやってみてください。どうぞ。はい、それでは答え合わせ解説やっていきましょう。今回は先ほどみたいにボイルシャル速を使うんではなくて状態方程式を使っていきました。でなぜ状態方程式を使っていったかというと、ボイルシャル速は今回使えないんですよね。でボイルシャル速ってのは先ほどやったんですけど、 T 分の PV が一定なんですよね。でこの一定の値ってどんな値になってるかというと、状態方程式から考えてもらうとですね、ここの PV ね、状態方程式代入してみてください。じゃあ分子 NRT になるでしょ。なので T 分の NRT ですから T だけが消えて、この一定っていうのはNR で一定なんですよね。なので一定の値は NR なんです。物質量かける気体定数なんです。なので物質量が変わらなかったら一定なんですね。途中で物質量が変わっちゃったらダメなんですね。今回混ざりますよね。ここの気体と全体で考えた時に混ざっちゃうからね。なので物質量変わっちゃうんですよね。なので NR で一定なんだけども、ここは混ざっちゃうから物質量モル数が変わっちゃうので、ボイルシャル速は使えないんですよね。なのでボイルシャル速っていうのはこういうふうに気体が混ざる時には物質量が変わっちゃうので使えませんと。その時はどうやって考えていくかというと、状態方程式なんですね。状態方程式は混ざっちゃったとしてもちゃんとモル数を考慮してますから、これはいつでも使えるんですよね。じゃあモル数が未知数にはなっちゃうんだけども、左側のモル数を NA、 右側のモル数を NB としてあげて状態方程式を立てていきましょうと。はい、じゃあ左側は PV イコール NART ですよね。右側は P×2V イコール NBR3T ですよね。これで2つ式が立ちました。はい、じゃあ一番下混ざった後見ていきましょう。P'×3V イコールモル数がいくらになっているかというと、混ざってるから足したものですね。NA 足す NB ですね。R かける温度 2T ですね。はい、これで未知数がですね、NA、NB、そして圧力 P' ですね。これが3つあったんだけども、式が3つできてますからね。これで簡単に計算できますよね。
はい、なので上の式から NA イコール RT 分の PV 代入しましょうね。下の式から NB イコール 3RT 分の 2PV 代入しましょうね。代入して計算した結果、圧力 P' っていうのが9分の 10P と出てくるということなんですね。でもう一つね、体積求めましょうという問題があったんですけど、体積明らかね、足したものですね、 3V でしたね。というふうに計算できるということなんですね。最後のまとめだにゃ。はい、それでは最後まとめやっていきましょう。理想気体においては標準状態ですね、 0C1 アトムにおいて理想気体 1mol が 22.4 リットルの体積を占めるということから、ボイルシャル速ですね、ボイルシャル速に代入してあげると気体定数っていうのが計算できたということだったんですね。で、 N モルの時を考えてあげると、そこから状態方程式が出てくるということだったんですね。で、この2つの式を使って熱力学の問題というのを考えていくんですが、状態方程式、ボイルシャル速、どっちを使ったらいいんですかということなんですけども、基本的にはボイルシャル速っていうのは T 分の PV が一定なんだけども、状態方程式から考えてあげると NR が一定ですかね。なので物質量が変わらなければ使えますよと。なので閉じ込められた気体で考えてあげると物質量変わってないですから、こことここだったらボイルシャル速 OK ですね。こことここだったらボイルシャル速 OK なんです。ただしこういうふうに混ざってしまった場合はモル数がもう分からなくなっちゃいますから、その時にはボイルシャル速は使えないので、理想気体の状態方程式ですね、これを使っていきましょうということなんですね。もちろんこちらの問題も状態方程式使って解けるんだけども、未知数が多くなるし式も多くなるのでちょっと大変かなということなんですね。ちなみになんですが、状態方程式いつでも使えます。ボイルシャル速は混ざっちゃうと使えません。なので迷ったら状態方程式を使って考えるようにしましょう。はい、ホームページにはたくさんの問題用意していますので、ぜひ概要欄からチェックして問題をたくさん解いてみてください。この動画が良かったなっていう人はぜひ高評価、いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは最後まで聞いていただいてありがとうございました。